やるならさっさとやりなさいよ。お前の反応はいつでも新鮮だ。ゾクゾクするわ。手にエルフ狩りに同行し失敗。よくものこのこ帰ってこられたものだ。よいか、わしが教えてやろう。エルフの扱い方というものを。アーク、あの小島から侵入しましょう。なんとかと煙は高いところに登る。ここをどこだと思っている。いきなり見つかっちゃったわね。アイバーンクッサー。アークアーク手分けして探せ。騒ぎになってしまったが、なんとかやり過ごせたようだ。仕方ないわ、急ぎましょう。ドライトン様、ドライトン様。あんなものお前たちで処理できるであろう。こんばんは、アーク。なんでここに。貴様ら一体何者だ。もう安心よ、二人とも。本当に来てくれるなんて。アリアン殿、ちょっとこれを見て。このこんなことしてタダで済むと思ってるのか。アリアン殿、さすがにやりすぎなので。その代償を払ってもらうことに何か問題でもある。あなたたちの好きにしていいわ。トライトン様、ご無事ですか。侵入者を捕らえろ。抵抗者の者に容赦はするな。あなたたちは脱出して、ダンカさんの合流を。大量大量。アーク、よっ、こっちは片付いたわよ。組織を再建するには意外とかかるものなのだ。もしもう一度奴らが誘拐組織を立ち上げようとした時。やるわね、アーク。アリアン殿、この爆発は火を放ったのか。まあ、さっさと脱出と行こう。アリアン殿も知らないとすると、あの城の爆発は。ともあれ、これで依頼は達成であるな。奪ってきた宝物の方がかに高額みたいだけど。いや、特に決めてはおらぬ。私と一緒にエルフの里に来ない。エルフの里、なんとファンタジーな響きか。だが、簡単によそ者が入って良い場所なのか。長老の一人、私が最も信頼する人物を紹介するわ。長老の面会には顔だけでも出してもらわないと。アリアン殿は剣を向けることになるやもしれぬ。私が絶対に剣を向けないと誓えば。はじめはあのお嬢さんの手助け程度に思っていたが。その姿は一体。気がつけばこの身一つでこの地に投げ出されていたのだ。アンデッドなら死の汚れをまとっているはずだし。精霊獣がこんな懐くわけもないわ。あなたは地の仲間を助けるためにその力を尽くしてくれたわ。それにもしその姿が呪いによるものなら。この身の呪いが解かれるのならそれほど嬉しいことはない。カナダ大森林、メープルの戦士。自分の脳内設定だったはずの旅が本当のものになるとはな。ディエント校の一件、襲撃者は判明したのか。エルフ族の手の者という噂が流れております。ディエント校が条約を破り、エルフ族を捕獲して東の帝国に売りさばいている。ダカレス、君はディエント校の肩を持つのかな。確証もなく功を貶める発言はやめよ。だが無視できぬ噂、また事実。早急に調査団を派遣せねばならんだろう。エルフ族との条約が破られたことだけならず、場合によっての軋轢を生む可能性もあります。万が一リンブルトとの取引を停止すれば。北条の魔血石の供給を絞られでもすれば、お前はリンブルトへと赴き、エルフ族と接触できるよう交渉せよ。では本日はここまでとする。深い森だな、なかなか進まぬ。我は少し先行して偵察をする。ディメンションムーブ。先がよく見えてないのにそんな魔法を使うからよ。ありがとう。ダンカさんのところに戻って。ダンカさんと救出した子たちも順調にララトイアに向かっているみたい。今日は歩き通しだったからな、魚一匹では足りなかろう。どれ、ブルボアでも飼ってくるとしよう。起こしちゃダメよね。そう、大量大量。わし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 。なんていい匂い。あら、アーク、早かったわね。ユリアーナ様、ご心配事ですか。ダカレス兄様がエルフ売買に関わっていたことはおそらく間違いないでしょう。王位の継承はセクト様か姫様、そのいずれかのもの。それに今は
なすべきことをなす時です。エルフ族と通じ交易をしているのはリンブルト大公国のみ。何としてもエルフ族と話し合いの場を設け。リンブルトに嫁がれたお姉様、久しぶりにお会いできますね。もうすぐよ。ここを抜ければここがエルフの里ララトイヤよ。ついに来ました、エルフの里ララトイヤ。人族に囚われた者たちの救出任務より期間、長老に取り次ぎを求めます。おお長老に許可をもらってくるから、アークはここで待ってて。それにしてもやはりでかい。古いこの里も悠久の昔から続いているのか。待てお待たせ、許可が降りたわ。来て、行きましょうか。あの巨大な木は？あそこが長老の家よ。この里の長をしている娘が大層世話になったようで。我が名はアーク、旅の傭兵をしておるもので、アリアン殿の父上と母上。ということはアリアン殿は長殿の娘だったのか。娘から大体の話は聞いたよ。エルフ族を代表してお礼を言いたい。娘が領主城を襲撃してしまったのは予定外の出来事でね。ディエント領主に囚われた娘たちを救うためだったと。中央の大長老会で説明をしなければならないだろう。この売買契約書の件も話し合わなければならないからな。私とグレニスなら大丈夫だから。おかわりもあるから遠慮しないでね。キュンキュン。おお、ありがたい。あら、おはよう、アークくん。うん、お早いですな、グレニス殿。待ってて、朝食の用意ができてるから。お待ちしておりました、ヴィラン様。ララトイヤのディラン長老、受ける結果報告だったかな。アリアンがお世話になったんですから、これくらい当然よ。ここより先にあった小さな里を吸収したから。この間のような誘拐事件が頻発しているということか。おじさん、里に来てたんだ。直してもらったし全然平気だよ。おお、そうか、それは何よりだ。気をつけてな。うん、ありがとう。すまぬ、グレニス殿、足止めさせてしまって。それより私と少し手合わせしてみない？しかし400年前に結んだ条約を自ら破ったの、立派な戦争の理由になりますぞ。我らにとっては親の世代だが、人族にとっては歴史書の中の話。今回の経緯を側に説明する書簡を当ててはどうでしょうか。書簡などを送れば今回の作戦に従事した者たちが。確かに先に条約を破ったのは人族、公になれば再び戦争となりかね。ローデン王国への対応は静観。我とグレニス殿で手合わせということでよろしいですかな。あの子に剣を教えたのは私よ。それにダークエルフ族は身体能力に優れた一族なの。あとは大事な娘の近くにいる男性がどれほど頼りになるか。早っ。見えているなら最小で避けなさい。この世界で生きていくならば剣の腕は必要不可欠。同胞を助けるためだったんだ。仕方がないさ。アーク君にも協力を正式に依頼してみよう。せっかくメープルまで来たんだし、イビンにも会いたかったが。イビンだが来年あたり結婚するらしい。本当、すっかり立派になって。聞いたわよ、大勢仲間を助けてきたって。そういえば結婚するって聞いたけど。真面目でバカ正直な、結構変な人なのよ。これがアリンちゃんは近くに気になる人とかいないの。アリンちゃんと結婚する男は私より強くないと許さないんだから。私に結婚させないつもり。ディメンションムーブ、あったー。アリアンたちが帰ってくる前に夕食の準備しなくちゃ。テータスだけ高くても強さか。こらこら、暴れるなよポンタ。おお、泡ハリケーン。こっちの世界に来て初めての風呂か。汗はかいてないか。まあいいか。こうしていると浮かぶ白骨死体だなポンタよ。
ってるんだったら入ってるって言ってよ。改めて売買契約書に書かれた人物の情報収集、アーク君の方が我々よりお金を持っているようだしね。もしかすると君の体の呪いも解けるかもしれないよ。付近にはドラゴンロードが住んでいる可能性も高いし。そのドラゴンロードの住処に入って無事で済むのか。エルフ族の私たちから話を通せば立ち入る許可が下りるはずよ。この泉の情報は報酬として十分だろうか。アークがその泉に行くときは私もちゃんと同行するわ。身の力をもう少しエルフ族に貸してもらえないだろう。本当にありがとう。助かるよ。明日からまたアリアン殿とエルフ族の探索だな。それにしても体は呪いによるものなのだろうか。上級職の教皇が持つピュリファイという手もあるが。アンチカーズ。おっ、